の運びでお礼を申し上げます。積善の家に余計ありとか、情けは人のためならずなんていうこと言います。まあ昔からこのいいことをしておきますと、後々ご子孫にまでいい報いが来るなんて言いますがね。まあいいことといってもいろいろありますが、ちょっとしたことなんですが、こう今はキルパシートなんかございますが、前にない時なんかはこうご老人に席を譲る、あんなのいいもんですね。若い人がパッと立って、おじさんどうぞなんて言うとね、こう、なんともいいもんです。私どもの親父は明治26年の生まれで、からもう明治生まれの親父ってのは強情ですしね、それにまたこの無類の短気ですからね、ですからもう早くあの世へ行っちゃいましたけど、学生がおじさんどうぞなんて言ってもね、座んなかったですね。うるせえこの野郎ケツが多いやつに席譲られるほどもろくしてねえなんてね、三角して降りるときぶっ倒れてましたがね。威勢が良かったですね。けれどもそんなことをしながらも、後であの若いやつは物になるよなんて言ったところを見ると嬉しかったんでしょうねそういうもんですよ。けど中にはこうどうぞってもね、当たり前のごとくに座ってでね、その方がこう結局こっちは立ってるわけですよね。その方が先に降りるわけです。で降りるときに、先ほどはどうもありがとうって言われると、はあいいことしたなと思うけど、礼も言わずにツーッと行っちゃうと、はあ譲らなきゃよかったそんな風じゃダメなんですね。そのなんかやった行為に対して必ずその何か報酬を求める、そんな了見じゃ本当の善根にはならないなんてますね。以前にこれは両国の橋爪屋さんに話し亀なんてのあったもんです。話し亀、これは法事の折などにはこの亀を話しますとね、ご先祖に対していいことをしたと、いいことになりましてね。この話し亀っていうものは、非常に繁盛したもんだそうです。おういらっしゃいまし。大抵この話し亀売ってるってな、おじいさん水っぱなかなんかこすりながら、どれを差し上げましょうか。おう、このね、亀たくさんいるけど、でけえ亀いくらだ。へえ、16文でございます。いい値段。こっちの小さいのはいくらだ。へえ、それは8文でございます。おうか、じゃあ8文の買ったで、8文の買いましてね。なんでこれ紐ついてるけどいいのかい。え、紐なんかついておりましてもな、大川へ話しますと紐は自然にほどけますんで。そうかい。じゃあな、ありがとうよ。せんで亀を大川へ話して、ああいいことをしたって言うんですけどね、これは本当の善根にはならないんだそうです。善人があるので亀が無慾され、なんという川柳が残っております。なるほど、八文で話された亀は確かに自由になったんだから嬉しいんです。だけど初めに値段を聞かれた16文の亀の気持ちになりますとね、これはたまったもんじゃない、助かったと思うわけでしょ。途端にパッと向こう行っちゃうんですからね、歓喜から絶望へと追いやられる。ですからこういうのは本当の善根にはならないってますねでもまあいろいろあちらこちらにお祭りがあり神社があり、まあ、人間お年を召すとその信仰深くなるなんて言いますが、まあ日本で大体、天下の三大祭りって言いますと、京都の祇園、大阪の例の天満天神様、そして江戸では山王と、まあ、決まっておりますね。江戸という地域に固定しますと、これが山王神田、そして深川八幡様、
今はどちらかと言いますと須藤さんの方が繁盛しておりますが、前夜があったら八幡様ですね。ですからお相撲さんの石碑なども代々の横綱の名がずっと刻み込んであるのも深川八幡様と、八幡様からまたちょいと離れまして、あの佃島という、これはまたあの島ですから、したがってあの当時の人はなんとなくこうちょっと外国へ行くというような、そういうこの感じもあったんでしょうね。なんとなくこう異国情緒が味わえるというような感じがしたんでしょう。ですからこの佃祭りというのは大層また繁盛したもんだと。あれは住吉さんがお祭りをしてございます。それで六角の獅子なんぞが出ましてね、また一種独特の風情のあるもので、この佃祭りの時には必ず能力男女がうわ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 っとこう佃島へ参ります。狭い島へもう人がいっぱいになります。そして姉妹船が暮れ6時、夕方の6時、もうこれが姉妹船です。これ乗り損なったらもう明くる日はまでは帰れないということになりますから、もう姉妹船になりますとわいわいいっぱいの人で、老若男女でもう立水の余地もない有様で、いやお待ちくださいまし、お待ちくださいまし、なんですよなんですよ、話してくださいよ。どこのおかみちゃんかは存じませんがな、今私足をこう乗せたんでございますよ。いやいえ、あなた今船が出るんですから、これ乗り損なったらもう明日まで帰れないんですから、まあとにかくそっとそでお話、ちょっとお手間取らせません。もしやお人違いでございましたらお許しを願いますが、3年前に吾妻橋の橋の上で身を投げようとした女を助け、そして五両のお金を恵んだ覚えはございませんか。そんなことは私は存じておりませんよ。話してくださいよ。ねえ、乗り遅れちゃう。船は出ちゃった。なんですね、おかみさん。冗談じゃない。いやいや、少しぐらいのほころびはどうってことないですがな。困るんだ、私は。どうしても今日姉妹船で帰るとうちの者に約束をしちまったんだ。それがね、明日まで待たなきゃなんない。何です、3年前に吾妻橋の橋、思い出しました。そんなことがあったような気がしますが、いやお金をやったかどうかそこまでは覚えはありませんが、しかし確かに助けたというような、やっぱりそうでございましたか。お懐かしゅうございます。あの折助けていただいた娘でございます。へえ、あなたはこりゃ驚いた。あの自分はまだ娘さんだったね、え確か島田に行ってらした。今は曲げで歯はお歯黒。へえ、そのおかみさんになってらっしゃる。さようでございますか。ありがとう存じます。ありがとうございます。あの折助けていただいたおかげで今は貧乏こそしておりますが何不自由なく暮らしております。ありがとう存じます。本当にいつかお目にかかれると、いやあの自分には私はまだ娘でございましたから、何しろもうお金を落としちまってご自身に顔向けができないから吾妻橋から身を投げて死の、そこを旦那が助けてくださって五両という大金を私にくださいました。あの時今にして思えば、そのところお名前を当然伺わなければならない。でもあの自分には娘だったから恥ずかしさと嬉しさとでポーッとしちまって何も聞かずに、こうしてお会いできたのも住吉様のお導きでございます。そうでございますか。いやだんだん思い出した。そういやそんなことがありました。あの自分にはあなたまだ若くておきれいだ。いや今だってきれいですから。そうでございましたか。しかし弱ったな。何しろ船へ乗り損なって帰ることができ、そのことならどうぞご心配なく。
今の手前の亭主が先導いたしておりますんで、向こう岸までお送りいたします。船頭さんを、いやーそりゃ助かった。ならば送ってくれますな。承知いたしました。ですから宿とも常日頃あなたの噂をいたしております。もう亭主も私を 助けてくれたあなた様にお礼を言いたいと申しておりますので、どうぞあのうちに寄ってくださいまし。うちに亭主は今おりませんけども、じきに帰ってくると思いますから、とりあえずうちへ、そしてすぐ向こうへ お送りいたしますから。さようでございますか。それじゃあお邪魔いたしましょう。さあどうぞこちらへ。何もございません。祭りのことでございます。私の手作りの煮しめでございます。それから旦様、一杯いかがでございますか。いやいや、そりゃいかない、そりゃいかない。何があったったってね、何しろあなたご亭主の留守にね、いくらなんだって私がね、あなたと酒を飲んでたなんて、からね、ご亭主が見たらいい気分はしませんよ。そんなことはございません。もう旦那様は私の命の恩人と亭主に話をしてはありますから、そんな疑うわけはございません。大丈夫でございます。まあまあ一杯召し上がって。さようですか。それじゃあ亭主と、おかみさん、大層表が想像しようございますな。これなんですよ、何しろもうね、島の者は気があるをございます。ですからもう祭りと来ると必ずね、お酒が入りゃお定まりの喧嘩、きっと喧嘩ですよ。おか、大変だ。なんだね、お前さん大きな声出して。お客様がいらっしゃる。お客様も何もねえや。大変だよ。すぐらい胸がな、ひっくり返っちゃったんだ。何しろおめえ、女子供が多いだろう。船頭は泳ぎは達者だ。だけどその達者の船頭におめえ、泳げねえものが捕まるから、船頭をはじめ一人残らずみんな死んじゃったんだって。おい、今おめえ、船着き場は大詐欺だ、えれえ詐欺だ。そう、そりゃよかったね。バカ野郎、俺は見損なったぞ。てめえってそんな女か。そんなにおめえみんなが死んじゃったのに、てめえいいんだよお前さ、後で話をするからさ。わう、その話は後で聞こうじゃねえか。うん、とりあえず俺はさ、船着き場行くから、いや直に帰ってくるから、お客様とか待たせてくれ。あなたのお乗りになろうと思ったあの具合船がひっくり返って誰一人助からなかったそうですよ。そうですか。いや、おかみさん、なんと礼を言っていいかわからない。私はあの船に片足かけたんだ。それが助かった。おかみさんのおかげだ。いや、なんだってね、私あの船へ乗ってればね、私はね、そんなあんた金槌なんでございますよ。船がひっくり返ったらガバン、ブブブブ、このまんまですよ。え、今頃は仏様になってる。名が改まって不在もんだ。それが、おかみさんのおかげで助かった。あ、お前さんおかえり。お前さん、あのちょっとね、会いたい人、いや会わしたいんだよ、どうしても。え、ちょっとね、あの体を洗っておいてよ。うん。亭主は帰ってまいりました。井戸端行くせいと頭から5、6杯の水をだらっと浴びるせいと、小ざっぱりした着物に着替えて、はい、いらっしゃいまし。手前はこいつの亭主の金五郎という船頭でございます。さようでございますか。見るってえと年頃は25、6、尺道色、まるで手足はまつまるさよのように。はい、あなたが金五郎さんでございますか。申し遅れました。手前は神田お玉ヶ池で駒物渡世を営んでおります次郎兵衛というもんでございます。ほう、次郎兵衛さん。お前さん、なんてこの方だよ。お前さんと一緒になる前に、私が東橋から身を投げて死のうとした時に五両のお金をくれて助けてくださった方は。さあ、どうなんですか、旦那でございますか。ありがとうございます旦那、礼の言いようござんせ。あ、じゃあね、へえ、一
もういつもこいつにね、話は聞いてるんでございます。娘の子を助けてもらった。だからね、あっしはいつも言うんだ。なんでそんなにね、五両の金をくれて助けてくれた人のちょうどこのお名前を聞いとかねえんだって。つってえとこいつに言うにね、とんでもねえ、お前さん、その時は私は何しろ娘だったし、おぼこだったから、ぼーっとしちゃって嬉しくて、お名前もところも伺わなかった。でも、いつかは会える。お前さん、会ったら礼を言ってくださいね。足とかかとこうやってね、貧乏はしてても、まあ、なんとかんとか暮らしていける。結構、はたから見りゃ幸せだと言ってくれる。こんな風にしてないのも、みんな旦那のおかげだ。旦那、あっしはね、旦那の子をこれっぱりも忘れたことはございませんよ。ええ、旦那、見せたい。あの、縁起棚を、あそこにね、吾妻橋の旦那様って書いてあるけど、金釘流だよ。俺の警察じゃ、まずいよ。だけどね、今日こうして俺たちが、なんとかかんとか人様から羨ましがられるような、そんな暮らしができるのをみんな旦那のおかげだと。忘れたことはねえんだ。旦那に会いて、旦那にお会いして、こうしてお会いできたのも、本当にご縁でござんすね、旦那。本当にその節は、こいつらありがとうございました。この通り、お礼を申し上げます。とんでもない。お手を挙げてください。いやいやいや、助けていただいたのは私の方だ、金五郎さん。実は私はね、あのクレムスの姉妹船、片足に乗っかったのだ。もう船べりまで水が来ておりました。両足乗っけて、あのまんま船が出たら、私はもう死んでます。ところが、このおかみさんが、3年前のことを思い出して、私のことを引っ張って、私のこのちょっとほころびてましょう。無理やり引きずり下ろされた。私はその時は、いささかムッとしました。だがね、あなたのおかみさんのおかげで、私はこうして命が助かった。私の命の恩人だ。このとおり、私の方でお礼を申し上げます。へえ、幸いでございますか。こんなやつでもたまにはいいことをするんでございますね。だがのような立派な方が。やっぱりね。おめえよくやったぞ。旦那をよく船から下ろした。旦那、本当にめでてえや。いや、こんな、いや、そらね、喜んでばかりもいらんね。死んだ人にとっちゃ、本当にね、なんとも言えねえ、どうお悔やみを申していいかわからねえが、旦那が助かったってな。天はちゃんと旦那を生かしてくれたんだ。旦那、本当におめでとうございます。まあまあ、じゃあ、あの、亡くなった人のお悔やみと、旦那の助かった祝いに一杯。いやいや、そんなことしてらなくて、私今日はな、うん、姉妹船で帰るとうちの者に約束しまして、何しろうちの家来がもうすごい焼き餅じゃ、あの、この焼き餅のせな、焼かれるほどのがん首じゃございませんが、とにかく帰ると言った、うん、でございますから、あなたが船頭さんだということを聞きましたので、どうか今、うん、船を出していただきたいんだな。そいつは困りますね。だってね、旦那、今、資源をみんなあげてるとこだ。まだ分からねえ人もいるんだ。その中にね、船を出したなんてっちゃね、この島でもってね、後で人に顔向けはできねえ。島は島の引き去りっていうのはござんす。旦那、さね、もう少しね、こう静まるまで、なんでございましたら旦那、今夜一晩、うちへ泊まってくれませんか。そら旦那、柔らかもんでお休みになる。うちはね、硬くてせんべい布団だよ。でもこれも話のためだ。旦那、泊まってないだ。ね。明日お送りしますから。ありがたいんですがな、何しろ家へ帰りませんとうちの者が。そうなんですか。じゃあ旦那、こうしましょう。もう少しね、船着き場が収まるまでね、一杯やってない。それでね、ひとしきり収まったら旦那をお送りしますから。私は引き受けましたから。じゃあ旦那、あっちも付き合いますからね。旦那、まあ一杯詰め上手と言いますか、夫婦が勧める。もとより、次郎兵衛さんも嫌いじゃない酒のこと。それじゃあ、一杯が二杯、三杯、五杯、六杯と重ねております。こっちはこれで収まったが、収まらないのは、次郎兵衛さんのお宅で。クレムスの船でもって必ず帰ると言ったの。ところが帰ってこない。おかみさんは長いの焼き餅や。
亭主が他の女と浮気してんじゃないか、小僧にパッと様子を探らしてみると、姉妹船が川の真ん中でひっくり返って船頭をはじめ一人残らず助かったものがないという。だから私が住吉さんなんか行っちゃいけないと言ったのにって。おかみさんはおばあちゃんの膝へわっと泣きつつ、店の者はもう気がどして何をどうしていいかわからない。近所の人はこれを見てて、こういう時にこそ手助けしてやんなきゃ近所付き合いの甲斐がない、さあこういうことはね、うちの者に任せちゃいけない、俺たちがやろうってんで、すぐにわっと押しかけますってとね、すだれやのれんを裏返しにしちゃったすぐに吉祐という札を貼ります。こういうところはなんだか知らねえけど、与太郎がいまして、こいつらね、普段は気が利かないんだが、早桶をバーンと買ってきた座敷の真ん中へドーンと据えた。はあ、源ちゃん、え、聞いたかい、旦那、おめえ宿題用意してなくなっちゃった。そうなんだよ、俺は話聞いてびっくりした。一言じゃねえんだね。だってさ、今日朝日でもって俺旦那と一緒だったんだよ。そしたら旦那がね、源ちゃんおめえちょっとね、津田祭り行かねえかって言うんだ。それから俺はね、行きたかったんだ、行きたかったけどね、ちょっと仕事があったんだ、仕事をプラがしてまで遊びには行けねえから、旦那申し訳ねえが来年にしてくださいって断った。それが運が良かったんだよ、助かっちゃった。旦那運が悪いな。しゃねえや、お悔やみに行こうじゃねえか。そうだろ、お悔やみに行こう。うん、今月の月は誰だ。与太郎だよ。間が悪いね。なんでこういう時にヨタが月番なんだよ。ヨタ また始めや、笑ってる場合じゃねえんだよ。おめえ、お玉が池の駒村屋の次郎兵衛旦那がおめえ、お隠れになったんだよ探そうよ。死んだんだよ。だからこれから悔やみに行くんだよ。いいのかい、嫌みに行って。くだらねえこと言うなよ。いいからてめえ来い。じゃあてめえはなんか口利くな。お前は口利くとろくなこと言わねえから。それからノリ屋のおばあさん、お前さん悔やみ慣れてるから来ておくれ。ああ、それからさっちゃんも、よっさんも、うん、すたんも、みんな来ておくれ、来ておくれ。さあさあ、出かけよう。みんなしてわい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 、お悔やみに出かける。あの不思議なもんで、悔やみばかりは、普段どんなに能弁達弁でベラ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 おしゃべりする方でも、あまりあの悔やみばかりははっきりものをおっしゃる方少ないですね。大抵お悔やみというのはなんか口の中でもごもごっとおっしゃって、それでなんだかわからなくこう頭を下げてスーッと消えていくのが多いです。あ、どうぞこちらへ。番頭さん、おかみさん、おばあちゃん、まことに、この度は、ぬさもとりあえず田向山、もみじの錦、神の間にまで、さようなら。ちょっとお前、聞いたか、今。あっちはどっかで聞いたような歌の文句だね。もみじの錦、神のまりまりだと。さあ、どうぞ、どうぞ、のり屋のおばあさん、こちらへ。ああ、本当になんとお悔やみを申してよいやら。おっかさん、それから、おかみさん。まあ、本当にお気の毒なことに。旦那のような言い方が、なぜ言っちまうんでしょう。私なんか今年78ですよ。でもまだ生きてんですよ。なんだってね、世間の人がよく言うんですよ。私のうちにね、報いのを買ってんです。これがね、もう32年生きてんですよ。犬が32ということは、人ならば100以上ですよね。それがあなた、犬と私と生きてる。だからね、近所のおやつさんなんておかみさんは、言いたかないけどね、言っちゃ悪いが言わなきゃ分かんないから言うけども、おばあちゃんとこの犬はよく生きてますねなんていつも言われる。私はね、もしも変われるものなら本当に次郎兵衛さんと変わってあげたかった。私なんてどうせさん、こればっかりは神事でどうしようもね。なんか
私でお手伝いができることがありましたらそう言ってください。うまいね、さすがだね。無駄に78まで生きちゃいないよ。ああいう風に行かなくちゃいけねえんだよ。ごめんない番長。あ、おかみさん、おばあちゃん、お世話になった。すみません、すみません。今日ね、俺ね、仕事から帰ってたんだよ。ただうちのおかんがね、表へ出て泣いてやがんだ。そんなことはね、初対持ってからいっぺんだってねえんだよ。なんでおめえ泣いてんだったら、大変だよ、お前さんとから。何が大変だったら、次郎兵衛旦那が亡くなった。俺は嘘だったんだ。そんなバカなことあるもんか。あんないい人が死ぬわけはねえ、と言ったんだ。どういい人でも仕方がない、お前さん。運ってなんだよ。佃のお祭りに行って、姉妹船へ乗った袖がひっくり返って、船頭はじめ人に残らず助かったものがない。次郎兵衛旦那は全く泳ぎを知らないから、すぐに川の底へ潜っちまう。あっ、それ聞いた時にはね、もうたまんなくて。世の中にね、あんな旦那ぐらいいい人はなかったよ。あんないい人はなかった。ここら界隈どこ行ったってね、旦那の悪口言うやつは一人もいねえよ。旦那の悪口言うと、その野郎が悪いやつだって言われるぐらいいい人だったよ。面倒見たいい方だ。あっちの女房ね、あれだって旦那のを泣こうとでもって一緒になったんだよ。言いたかねえけど言わなきゃ分かんねえから言いますがね、世の中にあんないい女はいねえよ。だね、あの女はね、持つ時に旦那がね、おい、お前もいつまで一人じゃいけないよ、世間のね、信用というものがなくなるよ、身を固めるときには固めな、俺が勧めるからって言ったら、旦那がお勧めなさるんなら、どんなんでも結構でござんすって言ったらね、あのかかわすがしてきた。これがなんとなんと、そんじょそこらの女とわけが違うんだよ。ええ、何しろね、朝早く起きますしね、こうなんか、物を作ろうったってね、仕立て屋よりうめえんだよ。ええ。なんか食い物作ったってね、下手な割烹屋行くよりね、かがわの作ったものがうめえんだよ。それからまたね、この夜寝てまたいいんだ。あいつと寝てるとね、生涯寝ていたくなんだよ。嘘じゃねえ証拠にはね、晩餐じゃいけねえや、晩餐じゃ危ねえからね、おかみさんにね、一緒に寝かしてくれだ。あらねえ、なんとも言えねえよ。だから俺はね、あのかかと初代持ってからってものはね、もうまるでね、浮気なんか。そらね、一遍だけ言っちゃった。今年の春なんだよ。春早々ね、みんなで集まってね、一杯やったんだ。そう、お定まりだ。このまんまでね、分からんのはなんとなく心残りだから、ちょいと中へ繰り込もうじゃないか、いいと思ってんで、吉原行ってきました。朝帰り。おかみさんは知らねえけどね、男の俺はね、覚えがある。だってありもんだよ。朝帰りなんてものはね、で、次の前をスッと取ってひょいっと見るとね、かかわが捨て寝でもしてくれればね、そこへ俺はスッと行っちゃうんだ。ところがね、きれいに掃除してね、かかわね、縫い物かなんかしてやる。それも俺の反転校を縫ってやる。で、俺入れねえじゃないか。次の前を行ったり来たり行ったり来たり。だけど行ったり来たり一生してるわけにいかねえや。だから、少々ごめんくださいまし、なんで言いながらね、俺うち入ったよ。したらね、そういう時にね、お前さん、ゆうべはどこ行ったのなんて言ってくれりゃね、ないじゃない、ポンポンってね、それでパッと収まるんだよ。ところが、うちのかかはそんなはしたねえこと言わねえんだよ。縫い物して黙って。俺はてめえでお茶入れて飲んで、しばらくしてから、お前さん、ゆうべは、どちらへお遊びに行ったんですか。声、霧工場なんだよ。ね、どちらもこちらもねえよ。友達が中へ繰り込もってんで吉原行ったの。そう。ならば、相方、どういうお方でした。どういうお方でしたったってね、俺は酒飲んでたから、面なんかよくわかんねえ。何言ってんねん。いくらお酒飲んだって、相手の女の顔がわからないほど酔うわけないでしょ。
私を相手に飲んでるお前さん、私のこと忘れないでしょ。私はちゃんと知ってるわよ。そのお方はどういう方なんですか。私はね、ゆうべ生まれて初めて、いや、お前さんと初対持って初めて一人で寝たの。一人寝っていうのがこんなに寂しいものか辛いものか。いつも寝返り打つとお前さんがそこにいた。邪魔だと思っても安心して眠れた。でも夕べは寝返り打つと隙間風が冷たい。あんなに寂しい思いをしたことは私も、あんなことが二度とあったら私も死んじゃうわなんてね。こんところをね、俺のキャーッと詰めてやがんのさ、痛えの痛くねえよ。だからだってね、俺が悪いんだから痛えとも何とも言えねえよ。俺はガーッと我慢しちゃった。ただね、だん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 奴の気も収まってきたんだね。お前さん、二度と私を一人ぼっちにしたら私は死んじまうよ。でもつねってごめんなさいね。あざになってるわなんてこう撫でてね。さようなら。なんだあいつは。おい、あら、悔やみじゃねえじゃねえか。のろけ言いに来やがって。どうもとんでもねえやつばっかりだよ。呆れ返ってものが言えねえ。ありがとうございました。おかげさまで。はい、もう結構でございます。え、金五郎さん、ここまで。いや、ことのついででございますからね、私のうちにちょっと寄ってください。いえ、なんでもね、とんでもね、だんだん、あちゃね、こんななりでございます。それで一人でございますからね、今度ね、もう旦那のうちがもう分かったんでございますからね、今度はね、あちら香川連れてきますから、それから佃のね、名魚をお土産にね、夫婦揃ってね、旦那のとこへ、俺に伺いますから、今日はひとまずね、帰らせてください。旦那のうちはどこなんだ。どこったって、ほら、あそこですよ。ね、誰が逆さまになった。こっちに、あ、金五郎さん、ついじゃね、とりあえず何かあったか、あなたね、お人に会います。じゃあまたね、そんなおかみさんとなんか土産持ってねえな、そんな固いことをおっしゃらずに、ブラッと遊びにいらしてください。どうもありがとうございました。ごめんなさい。父上っていう札があった。あ、おばあちゃんが死んだんだ。そういや、私はね、おばあちゃん今日佃行くんだよって言ったら、そうかいなんてね、なんとなく影が薄かった。父母いますとき遠く遊ばずってが本当だな。はあ、はあ、あんなとこ行かなきゃよかった。はい、ただいま帰りましたよ。だがい。ジジジジなんだ、セミだね、まるで。なんなんだよ、おめえは。大の大人が、だらしがねえな。どこの誰が来たんだよ。誰だ。ジジジジジお、また増えちゃったね、おい。どうしたんだよ。なんかよくわからねえな。おめえたちはどこでどこでしょうがねえ。俺が、誰です。何言ってんだよ。よっさん、お前さんが私を知らないわけないじゃないか。当家の主の次郎兵衛ですよ。嘘だ。旦那、落ち着いてくださいよ。あなたはね、下地場へ行ったでしょ。住吉さんへ参りましたよ。それで死骸船へ乗ってね、あなたは船へ乗ってひっくり返って死んだ。ところが気が残ってんだね。
死んだの忘れて帰ってきた。冗談じゃない。私がこの何姉妹船がひっくり、はあ、それでか。いやいやいや、このそんなら訳を話しますがな、実はね、私はね、あのクレムツの芝居船へね、片足乗せたんです。ところが3年前にな、吾妻橋の橋爪で身を投げて死のうとした女の子を私は助けた。その人がね、今は佃島の船頭さんのおかみさんになっていて、その人にね、お礼が言いたいからぜひともうちに寄ってくれと言って、無理やり船から降ろされて私は助かったの。そうでございますか。旦那は降りて助かった。おかみさん泣いちゃいけねえよ、旦那は女に助けられたんだってさ。その女は若くていい女なんだよ。そんなやきもちなんかやっちゃいけねえよ。ね、次郎兵衛旦那がね、助けて五両、知らない女に五両もお金やる。分かったよ、やいちゃいけないよ。うん、旦那助かって帰ってきたんじゃねえか。ねえ、結構なことだ、こんなめでたいことはねえな。あそれにしても弱ったね、この棺桶。陽太、てめえはどうしてこう手回しが早いんだよ。日頃はどじなくてに、こういう時だけ早いんだ。ずぬけ大一番五番型ってのドーンと消えちゃう。どうすんだよこれなあ。そう言ってね、早起きは引き取ってくれってわけにいかねえじゃねえかよ。なあ、捨てるのももったいねえ。のり屋のおばあさん。おばあさん、とうとう入るものができたよ。持ってお帰り。やだよ、冗談じゃない。えらい騒ぎ。かけた情けを忘れるのが本当の情けだそうです。福田祭りという一席でございます。いかがでしたか。円楽さんの講座はいつ聞いてもその歯切れの良さにかけては申し分のないところで、また。